皆さんこんにちは。任天堂ストアからですね、このこじゃけコレクション、走るこじゃけコレクションっていうのをね、購入できたのでね、開けていきたいと思うんですけども、まあ、2匹入ってるんだよ。この中から2匹入ってて、これスプラトゥーン3で自分でこじゃけを選べる時の、まあ、髪型を選べるんですよ。で、確かね、俺ね、5番の鮭が俺の相棒だった気がするんだよね。気がするっていうとちょっとなんか覚えてないみたいな。多分5番なので、5番を狙っていけたらいいなって思ってます。はい、ということで開けてみましょう。片手で開けるのでうまく開けれないのですが、ちょっと待ってね。この開け方汚いけど許して、片手だから。すいません、やっぱり普通に開けさせてもらいました。それでね、見ていきましょうか。まず1個目、何が出るかな。あ、とんがってる。頭がとんがってるぞ。出てこい、出てこい。おいおいおい、キーホルダーだ、すごい。これは何番の鮭、ちょっと見えない。これはね、髪型を見ると2番の小鮭を手に入れることができました。俺が持ってるのは5番なので、ちょっと悔しい。さあ、もう1個。いや、普通に考えたらね、7分の1なんですよね。結構出づらいと思うんだけど。さあ、5番の鮭は出るのか。おじゃけ。出たぞ、みんな。出たよ。ね、5番出たよ。この確率で5番出たぞ。やったー。見て。リコちゃん見てる。これ走るみたいなんで、こうやってやると。もうびっくりしてる。走るみたいです。猫ちゃんとね、遊ぶこともできるので。気になってますね、俺の5番の。もう1匹いくぞ、ピカちゃん。追いかけられてる。かわいいね。普通にかわいいね。目がめっちゃでかいな、飛び出てるな。ピント取られちゃった、猫ちゃんに。こんにちは。いくぞ。仲良くしてくれ。食べられちゃいそう、鮭だから。食べられそう。あっち倒されてますね、奥の鮭倒されてますね。1匹行こう。ちょっと奥まで行くぞ。気になってる。うちの相棒が。びっくりしてる。めっちゃ遊ばれてるぞ。5番のシャケちゃんの小シャケさんの気持ちになるとね、かわいそうだわ。箱から生まれてすぐ猫に食べられる。あー、もう飽きちゃったんだ。残骸やば。別に来た。ドラちゃん動画来た。かわいそう、なんか。ああ、ほんとや。